眩しい。あ、これが一番かもしれない。こんばんは。テロップでも書こうかな。急に配信してすみません。1時間半くらいやれればいいかなって思ってるので、ぜひぜひゆっくりしてってください。配信場所変えた。うん、おばあちゃん家にいる。テロップ何にしよっかな。イソベルアレスにしよう。ポイッ。オッケー。今日も可愛くてありがとうございます。めっちゃお腹鳴ったし、ギュルルルルルルって言ったよ今。やばいね。こんばんは。そう、今急いでメイクしたんだ。やべえ、この顔じゃみんなの前に出れないと思って、急いでメイクをして、ちょっとはいい感じになりました。前髪ちょっと巻いたんだよ、気づいた？ちょっと前髪浮いてる。なんか前髪がすごい美しい。なんか髪が今日美しいね。美しい、ありがとうございます。美しいです。髪が美しい。あ、気づいた？そう、巻いたんだよね。そう、なんかこの前髪切ったばっかりなのに、なんか髪の毛がの前髪が伸びた感じがしたから切りました。そう、切ったのさ。うわ、やべ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 。リングライト自宅から持ってきたの。そうなんです。このリングライト持ち運びできるコンパクトになるリングライトだから、ママが持ってきてくれた。よいしょ。うん、今日もバッグの中にはこういうどでかいケーブルが入ってるんですよ。バッグの中身でも見てみようと思います。よし、こういうのあんまり紹介してないから、ちょっとせっかくだからやってみますね。ルアイシのバッグの中身紹介。わーい、ありがとうございます。はい、それでは早速見ていきたいと思います。まずはお菓子のゴミとか大丈夫？いや、それもあるかもしんないけど、まあお見せできればお見せしたいと思います。まずは見て、なんか可愛いエアポッツケースなんだけどね。そう、可愛くない？なんかこれシーンで買ったんだけど、なんか今までね、ごめんね。ごめんね。今までルアシエアポッツケースを何こういうケースをねつけないで持ってたんだけど、なんかいろいろ見てたら、あ、シーンにこういうのあるのかと思って、ちょっと買ってみたらめちゃくちゃ可愛かったのでおすすめです。これいい感じ、毎日のように音楽聴いてます。最近は不器用太陽とかめっちゃ聴いてる。あとイコールラブさんの曲とかも聞いてます。はい、とかあとは、ま、おい、マッキーが赤と黒が入ってます。なんで入ってんだよ。なんで入ってんだろう、わかんないけどマッキーが入ってました。ちょっとこれはよくわからない、さすがに。やばい、
それとあとカイロが入ってたり、これはなんかなんだっけね、まあなんかカイロが入ってたり冬の季節じゃないのにねとかあとあれだ、リカさんからいただいたアイシャドウも入ってるんですよ。これなんかイエローベなんだっけ、違うイエベだ、イエベ、そうイエベ向けのアイシャドウっぽくて、あのもったいなくてまだ使えてないんですけど、でもすごい可愛い色で、そうね、めちゃめちゃ嬉しかった、いただいた時は本当に。でももう大切に大切に保管してて、そうあんまり色はこうそういうものって使えないタイプなので保管してるんですけど、そうすごい犬が鳴いてるそうなんだけどね、今度使おうと思います。イエベ最近メイクしてないから、そうこれも入ってたりね。あとルアシのビブスとかが入ってます。見てみんな、自分のビブス。イソベルはすごい、こういうの夢だったんですよ、加入前から。なんか自分のビブスとかあったら嬉しいなと思ってたら、なんかいただけて、これがお気に入りです。これ畳むし、ちょっと薄い感じの生地なのでそんなかさばらないです。ちょっと待ってね、ごめんねごめんねごめんね。あ、そうレッスンの時に着てるんですよ。とか、まああと櫛が入ってますね。櫛がこういうのとかが入ってる。意外と2個しか、ごめんね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 。でも口は意外と1個しかないかも、あ2個しかないかもしれない。なんか多い日はねマジであの5個とかあったんだけど。あとはこれがあります、モロッコヨーグルなんか入ってたこれってあんまり食べたことがないんだけど、これ駄菓子なんですよね。そうなんか買ったんですよ。あとマッキーも入ってました。いつでもサインかけますねいつでもサインかける、このままだとと。かまあ大まかにね、まあさすがに全部はご紹介できないので。あとボールペンも入ってるし、え、しかもこれやばくない、こういうのさ、なんかポーチの中に入ってるとかじゃなくて、もう直でそのまま入ってるっていう。あとボールペンもう一個あるしちょっといつでもこれサインかけますね。モバイルバッテリー見て、エメグリ、絶対エメグリなんだ、大好き。何個入ってるんだろうな。お全部充電できます、いつでも。うん、いい感じですね。これでもね、うん、2回くらい充電できるかな、多分だけど。バッテリーは本当に大事。とかあとキープミストって言って、あのなんだっけ、これなんだっけ、あそう、お化粧した後にこうやってシュッてかけるとあのお化粧が落ちにくいよみたいなやつです。これね3年前くらいで買って、やっとここなんですよいやこれめっちゃ大人気で、すごいなんか
よく売り切れるらしいんですけど、私本当に結構前に買って、しかも全然使ってないおかげか、あのやっと半分いくかなくらいですねそう、世の中には多分これをしたい人がたくさんいるはずなのに、ゆったり使ってます。まあいいでしょう。全然あのたくさんあの暑いところにもあの放置してきたんですけど多分生きてるので大丈夫です。そう、あの真夏のね、あの自分の部屋とかにそうしっかりあの直で置いてて、そう時には暑いのにも我慢しながら鍛えられてきたので多分大丈夫です腐ってはないはず。あ、シャーペンも見つけました待って、多くない？どんだけ書くのみたいな。え、やばいね、やばくないですかこんなに持っとるっけ、やばいな。よし、他にも何かで開けたであろうなんかこれなんだろう、まあ、とりあえずゴミが入ってます、うん、針金が入ってたり、あとまあ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 いろいろね、あのこういうなんだろうか、ファイルとかが入ってたり、ファイルはもう普通に よく入ってるんですけど、あとは普通にあの化粧ポーチから飛び出たあのメイク道具だったりメイク道具だったりメイク道具だったりあ、これもあるだっていろいろある。あとマイティア、ちょっと待って、ちょうど目が乾燥してたところなんだ、していいですかしていいですか、ちょっとすいません、ちょっとするね、ごめんね、画面外だけど、うわっうわっ、よし、泣いてるわけではありません泣いてるわけではありません。なんか昔はね、あのなんだっけ、そう小学生の時とかはあの10回やってやっと1回当たるかくらいだったんですけど、今は 1,2 回で当てます、入るシャーってことで、次はあと何があるんだろうね。さてさて、お、何これ、メイクミーハッピーオールドワール、あ、これあれだ、なんか香水みたいなやつ、そう、かわいい香水があってね、めっちゃお手頃価格なの。こういうところになんかこういうやつでこれこう塗ってみたいな、そうめっちゃいいんだよ、なんか洗剤みたいな匂いがするあーいい感じ、全然使ってません。とりあえずなんか話題になってたから買ってみただけで、そうそうそう、でもねめちゃくちゃお気に入り。そうなんかね、たまにその香水を思い出した時に塗るっていう、私基本香水塗らないんですけど、そうだっていい女になってます、はい、とかあとピンとか、あとお菓子のゴミがいっぱいあるあとなんかなんだろう、これ飴か、飴とか、何が入ってる他に、怖い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 、あ、ハンギョドンもいた、ハンギョドンもいたとか、え、何これ、あーこれか、あと紙ゴムがあったり、え、意外と普通じゃない、意外と大丈夫だよ、うん、とか、まあ、あとお財布とかカードケースとかもろもろですかね、はーい
こんな感じです。いいでしょう。なんもでもないんですよ、言うてなんもない。意外、思ったより変なの出てこなかった。よかった、危ない危ない。そう、いつもね、でも変なのは入ってるんですけど、ペン類が多い。マジでいつでもサインかけますよ。これもでかいし、面積取る。でもクシシが2本しか出てこなかった。あ、待って、メイクポーチ2本あるわ。そうとかね。はーい、いい感じ。やっぱ足しびれた。ちょっと待って。いつもさ、あのあそこ椅子に座ってるからさ、めっちゃ今地べたに座ってるんだけど足がしびれました。イエーイ。でもとりあえずこれおすすめだから、ぜひみんなこれいいよ。え、マジで足がしびれた。やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待ってください。今ねビリビリ言ってる。待ったらいけるかな。オッケー、よし治った。こんばんは。今日も髪サラサラ。え、本当に本当にとかさっき言ってたわ。そうなんですよ。そうなんですよ。いい感じですよね。なんか今日サーヤさんにも言っていただけて嬉しかった。えと思って、ルワーって言ってくださって、髪の毛いじっていただき、髪の毛サラサラね、なんかしてるのって言われたから、もうなんかね、なんか頭にもそういう、なんかまず言葉がまず思い浮かばなくて、なんかしてるのって言われて、え、何してるんだろうと思って、トリートメント大量にかけてますって言っちゃった。ちょっとよくわからない言葉を言いました。トリートメントめっちゃかけてます。そう。ナイス返し。お、よかった。そう、まあでもそんなにかけ、トリートメントかけてない気もするんだけど、そう、なんかその時はもうその言葉しか思い浮かばなかった。でもなんか言うてるは髪のお手入れはそんなにしてなくて、まあ自然乾燥をねやめることが多分最近多くなってきて、今まで髪の毛を自然乾燥で乾かしてたんですよ。もうなんかいいやみたいな。だけど最近髪の毛を乾かすとこういうメリットがあるとか、こういうデメリットがなくなるとかが、ま、それを学んでからね、なんか髪の毛を乾かすようになって、そうね、もっと髪の毛がサラサラになったのではないでしょうか。うん、高級ドライヤー扱ってますよ、リーファーのやつ。うんね、これからもサラサラ髪を突き通していこうと思いますので、ぜひぜひ髪も含めてルワシを好きになってくれると嬉しいです。うん、いや待って、本当にでもなんかここの部屋めっちゃつるってる。つるってる。待って、すごいいいね。え、いい感じじゃない。え、つるってるよね。CM ができそう。すいません。すいません CM ができそうとか思っちゃう。
ティッシュでも ここら辺とかも含めてさ、すごい潤いを感じる。いやいいですね。明日直接見に行く、ありがとう。そうですね、明日はリバイバル公演があります。個人的にちょっと久しぶりかもしれない、ちょっとだけ。なんかさ、そう、多い日めちゃめちゃね、頻繁にパーティー公演とかをやってたからさ、すごいなんか公演自体やるのちょっとだけ久しぶりだなと思って。そうそう、見に来てくださる方いますか？どうよ、どうよ、どうよ、ないかな、当日券ないのかな。ね、あるといいね。なんか9時からだっけ、前日の9時からなんか募集みたいな感じだっけ。当日券あったら来てね。そう、当日券のメリットはすごく、急遽行きたくなった時とか、急遽、いやなんかお仕事が休みになったので行けますとか、急遽もともと予定があったのがなくなったので行けますとか、急遽推しに会いたくなったのでとか、いろいろあるから、すごい当日券はいいことだなと思ってて、ぜひ待ってますね。うん、いつでも待ってるよ。DMM、 おっとっとっと、そっかそっか、ぜひぜひぜひ当日券も、私すごい当日券気になるからやってみたいんだよね。やってみたい。毎日ロイチに会いたいです。配信に会いに行ってね。なんかあんまり公演とかがなくても配信とかがあればいつでも動いてるロアに会えるので。ぜひぜひ待ってますよ。やっぱりメールとかだとさ、なんか静止画じゃん、静止画だから、配信だと動いてるルアーがいつでも見れますよ。ひひ。本当にどうしよう、髪の毛がちょっとサラサラかもしれない。チャットのお休み動画待ってるの。うん、チャットもたまに動画送ってるから見てね。でもチャット用に送ろうと思ってた動画がね、もう結局タイミング逃してボツになってるのが何十本と実はあってね。そう、公演、これから公演見てねとか撮ってるのに、なんか送らずに、そう、いやこれでも一度っきりしか送るタイミングないなと思ってボツにしたりとか、今日の公演ありがとうございましたとかも送るの忘れてとかあるからね。そうそう、送ってもいいなら送ろうかな。すいません、タイミングを逃しましたっていうタイトルつけて。なんかね、ロアもよくね、掃除するの忘れたりしちゃうんだよね。書いて満足して、よし、後で、あれ時間過ぎてたみたいな。チャットは本当にいろいろタイミング逃してます。送りそびれ集として送ろうね、送りたい。画面越しに見ると雲の上にの人に見えるので気楽に会えない感じ。そんな遠い存在じゃないですって。そんなに遠い存在かなるわし、そこら辺にいますよ。
そこら辺に生息してます。普通に生活してます。普通に生きてますよ。チャチャッとチャットなんかさ、あのなんだっけ、はるちゅんのさチャットの名前が面白くなかった？はるちゅんとなんかチュンチュンとチャットちょっとチャットみたいな感じじゃなかったっけ？ちなみにルアはあのハッシュタグルアの2626号室なんですけど、ふむふむ号室って言うんだけどね。あれってなんかハッシュタグはるちゃんのなんだっけね、なんかすごいなんかちゃんとチャッチャッチャッチャーみたいな感じだったこんばんは。今日も雨で不具合、あ、そうなんですよ、なんか不具合ありましたよね。今もかな、大丈夫ですか、いつからなのかな、なんかなってる人となってない人が多分いるかもしれないんですけど、ちなみにあの昨日ルアーは多分確か1通送って、で今日はまだ送ってないので後で送るんですけど、メール届いてないかな昨日の分って。ごめんね、まだ昨日の分のメールの返信を見れてないからさ、ちょっと遅れたかも、ちょっと今私分かってなくて、届いてる人には届いてるのかな。なんか結構不具合がある方が多いんでしょうね多分。なんか公式からもお問い合わせはこちらみたいな感じでお知らせがあったと思うので、もしそういう方がいましたらぜひお問い合わせしてみてください。うん、登録してあったが未設定になってた、あ、そうなんだ、そっか、じゃあやっぱりなんか不具合が起きてるのかな、早く治るといいですね。まあでも多分、え、ってことは届かない一生、その送ったやつはもし後日あの入会みたいなのが再度なってってなったらさ、その時のメールが読めないかもしれないってこと？だったらもう一回送ろうかな、結構私の個人的に好きなメールだったので昨日はそう、昨日はちょっとなんか自分の自分だけじゃないこと、そうメンバー、あるメンバーについてのメールを書いてみたいので、ぜひぜひ見てほしいです。誰も届いてない、あ、ほんとか、まあでもぜひお問い合わせしてみてください、治るといいな早く、うん、願ってますね。え、今日は何送ろうかな、今日はどうしようどうしよう、なん何送ろう何を送る、なんか配信でたくさん喋っててさ、メールでも書こうと思ったことを先に配信とかで話すとさ、あ、配信で話したし、なんかメールでもう一回同じこと書くのかって思っちゃうんだよねそうそうそう、なんか思っちゃって、それで結局書かなかったりとかしちゃってね。そうだから配信見れてない人もいるから、そういうのも多分メールで見たい人とかもたくさんいると思うんだけど、そうルアだとなんか二度寄ってる感じがして、あ、配信で確か書かないでおこうってなっちゃうので、ちょっとあれですかね、なんか同じこととかメールで書いてもいいですかね、もしあの配信でも寄ってることをメールで書いてたとしても見れなかった人用にどうかな、これは価値観の問題だと思うんだけどいいかなあ、いいのかな、じゃあちょっと同じようなことを書くことがあるかもしれません、よろしくお願いします。はるちゃんチャットはちょっとはるちゃんとチャットでしたそれかちょっとはるちゃんとチャットね、なんかちょとかちゃとか多いねね、そんな気をつかなくても大丈夫だよ、本当に。よかったよかった。
もう秋だね、本当に秋だ、秋だ秋だね。なんかね、もう本当に完全にエアコンをつけない季節になったじゃないですか。まだつけてる方いるかな。私んちは、私んちとか言って私んちとかやばい、ダメだ。ルアンちはあのもう完全にエアコンをつけなくなって、窓も開けなくても全然涼しい気温なんだけど、そういいよね。やっぱりこの季節が一番好きだなと思って。でなんかちょうどさ、まあ天気も悪い時もあったんだけど、天気がいい時とかすごい夕日が綺麗だったりして、お散歩日和っていうか、ちょっと今日もねたくさんお散歩してきたんですけど、めっちゃ歩いた今日別に歩く予定じゃなかったのに、なんか急に歩き出して、私がね一人でめちゃめちゃ歩きましたよ。もうなんかすごいエモい曲を聴きながらみたいな出たエモいって思ったかもしれないけど、エモい曲は本当に最高なんですよ。ごめんね、ちょっと机を動かした今。やっぱりエモい曲は最高だなと思って、うん、秋って英語で何でしょう。オータムとか、オータムとあとなんかもう一個あるよね、なんだっけね、なんだっけねなんだっけ、オータム忘れた、やばやば、フォールか、フォール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 だっけ、あれそんなんの英語にあったっけフォールだっけ、王様、王様王様だって。これさ、ライブでやるとすごい盛り上がりますよね、大好き。オータムわかるのすごいそう、なんかね、なんで知ってるかというと、まあなんかルアのめちゃめちゃ好きだったお洋服屋さん、まあ今閉店してしまったんですけど、そのお店はね、ちょっと待って、すごいほこりが手についた、最悪、絶対こうくしゃみする気がする、やだやだやだ、ちょっとピッあのねなんかそういうお店になんかよくオータムフェアとかやってて、そうなんかオータムみたいな、そこをよく聞いてたの、耳にしてたから覚えてた、わーいわーい。でもなんかあれだよね、なんか国によってなんか違うんでしょ、オータムっていうのかフォールっていうのかみたいな、そうらしいよね。ふん、雨なんで除湿してます。あー、除湿は大切ね。なんか除湿だけでもうなんかテンション下がるもん。除湿だけでは下がらない湿度が多いだけで。まだ半袖、そう今日はたくさん動いたので踊ってきたし、たくさん歩いたし、でもちゃんと羽織は持ってます。常に最近はん、あれ、あれ OK ですか。え、急に固ま…オッケーですか。え、なんかさ急に止まったんだけど、怖い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 、こうやって喋ってたらさ、なんかえみたいな、こんな顔で止まってさ、で画面をめっちゃなんかいじったのに画面も動かなくなって、で一回パーンって、一回アプリを消して、アプリは消してない、アプリをなんかポーンって再ダウンロードみたいなのにして、
良くなった、よかったよかったよかったね、びっくりしたでも良かったなら、治ったなら良かった、ごめんね、なんか急に固まってびっくりしちゃった。これかな、携帯が熱いとかでもなんか何があったんだろう、急すぎるこの前も不具合があってびっくりしちゃった。よかった。で、何の話をしてたっけねところでどんな話してました、ルアシショールームのさ、アプリを再起動すると記憶も再起動されてて、何の話をしたか、オータムについてな語ってた記憶はあるオータムについて語ってた気がする、確か。そう、充電 10% 聞いた、いやそんなことはない、今充電しながら配信してるんだけど、でも全然大丈夫で、でそのさっきね、あのダメだったからネットの問題かなと思ってネットも見たんだけど、全部大丈夫だったし、もしかしたら他の子もなってるのかもしれないと思ってポキちゃんルーム一瞬入ったら大丈夫で、あ、これはなんだと思ってごめんなさい、もしかしたらこっちの問題かもしれない、ごめんね。でも今よかったならよかった、ぜひ固まったら、あの固まったってコメントしてください。一人でもそういう方がいたらちょっと申し訳ない。ぜひぜひ、でもよかったよかった。なんかそう、それでね、さっき一瞬ポキちゃんルーム入ったらね、天使の日みたいな、今日天使の日みたいな書いてたんだけど、え、今日天使と思ってさ、10月じゃない、違う、いやー10月じゃない、10月じゃないって、10月4日、今日って、もしかしてだからなの、天使みたいな、いいね、ちょっとなんかさ、なんか10日って言おうとして10月って言うのがちょっとおしゃれな、ちょっとおしゃれな言い方だったね今。でも全然よくわかんない天使ね、なんか今日天使のちょっとあれ持ってくればよかった、なんかちょっと天使になりきればよかったな、冠とか持ってきたかった、お、気づかなかったね、ルアも気づかなかった、なんかね考えないんだよね、今日は何月何日、何の日だみたいな分かんないから、そういえば今日10月4日天使の日か、みんなラオ天使だと思って見てください天使のようなことはしてないけどね、さっきから、あ、ってことは夕飯の日みたいな感じ、私の背中に見えるのはユウハの羽ユウハの羽、今日何曜日わかんない、何曜日だろうね、水曜日かな、うん水曜日だ、はい正解、ユウハの羽を生やしながらスイスイって泳ぐんですね今年もあと2ヶ月ちょっとね、何をしようかしら、意外と、うーん、何がある、でもなんかちょっと今年中にもう早く雪を体験したい、でね、そうだ、あの早くマフラーもつけたいな、でも寒すぎ注意、なんかおしゃれマフラーくらいの感じがいい、せめて、そう、そんなに寒くなったら困るんだけど、でもなんかマフラーをつけたい理由は、あのこの前ね、あのもう閉店してしまったんですけど、イーストボーイの新潟伊勢丹店で買った店名も言ってるいや本当にでも新潟になくなってしまったから悲しいんだけどね、そこで買ったあのエメグリのマフラーを買ったんですよ、もう最後だし買っちゃえと思って、
そう買っちゃったんですけど、それが早くつけたくて。やばくない？ M グレとかやばいよね。普通にやばいよね。可愛いよね。ちょっと早くつけてみたいな。袋から出してないけど買って満足しようする人なんですけどねそうつけたいんだ。なんかね、しかもなんか完全なエメグリーって感じじゃなくて、エメラルドグリーンになんかチェックみたいな感じで、エメグリしろエメグリしろみたいな、もう最高な組み合わせ。そう最高なの。本当に最高すぎてやばいなって思って。いやでも毎年買ってるんですけど、でもなんかね、あのマフラーをつけたことが全然ないんですよ。買っといていいやってなって毎回つけてないんだけど、今年とか来年とかはつけようと思って、今年度の冬は。だからそういう意気込みを込めて、使わないけどマフラーを買ったので今回は絶対に使おうと思います。大切な大切なマフラー。タタタンタタタン。いや本当にでも、あーでもちょっと待って、それ関連でもう一個聞いてほしいごめんねみんな、多分買いすぎって思われるかもしれない。本当に買いすぎだよって今までも散々言われてきたんだけど、またねいやあれは買ってない、あれは買ってないんだけど、あのローファーの茶色を買いました。買いすぎありがとうございます今までねローファーっていうあの黒いローファーを履いてたんだけどね、まあバッグも今学校みたいに使っていく用のバッグをね6個買ってるんだけど、なんかそれがなんか茶色が増えてきたから、じゃあなんか茶色になんか黒の靴は合わないなと思って、だから茶色を買おうと思って、茶色ネットでポチッとやったら、今日なのかな昨日なのかな届いたっぽくて、わーいわーい。それ寝ぼけながらママがあの嬉しそうにいるわに言ってきてくれてね。そうでも寝ぼけしたからふーんと言ってたんだけど、でも嬉しいんだよ。買いすぎだよね普通に買いすぎだと思う。本当に反省してるけど、でもこれはなんか自分の趣味であって、それ以外別にそんなになんか買ってる、なんか買うとしてもお洋服とかしか買ってないから、それかなんかご飯とかにしかお金使ってないし、なんか自分の趣味として期間限定のやつだし、なんかそういう学校系もだからそうそう買っちゃえと思って買いました。でもねローファーを買ったらちょっと一段落したなって感じで、そうなんか意外とまあ欲しいものはね他にバッグたくさんあるんですけどたくさんあるんだけど、でもなんかとりあえずいいなと思って、そうとりあえず一段落したのでこれ以上買うことはありません。ご安心くださいませもう買いすぎって思うことは多分しばらくないはず多分そうでもこれで毎日が楽しくなるっていうか、そうなんかやっぱりなんか趣味って素敵だなってもちろん配信も趣味の一部なんだけど、本当に楽しくて配信してるわけだから、こういうご報告をできるっていうとても嬉しい場所でございます。きっと明日また何かを買うかもしれん。それはない今ね。でもねもう常にもう、あとあれなんですよ、ちょっとあのそういう話で言うと、毎回買うとなんかぜひなんかイーストボーイのなんか LINE 公式 LINE もぜひなんか追加してくださいみたいな毎回言ってくださるんだけど、毎回言うのはもうなんか LINE 追加してますって言ってそう毎回言ってるんだよね。
追加お願いしますって言われて、あーもう住んでますってそのくらい本当に大好きで、制服がそう、なんか最近新作が出たんですよとか、最近再発売したんですよとかご説明いただくときも、あ、そうですよねって言ってそう全部あの情報をね得てるんですよ。そのくらい好きなんだよね、やっぱり制服っていうものは。またなんちゃって制服も増やしたいなと思ってて。制服なんちゃかあるんですかね、なんちゃかあるんだよなんちゃって、なんちゃかあるんだろうね、5着くらいあるんじゃないかな、うん。でもおしゃべり会でなんかね制服をしすぎて最近おしゃべり会でやってなくて、そう、また次10月7日でやろうかなって思ってるから、うん、そこでやりますねなんかね、でも10月7日のオフラインで、あのね、生誕祭でいただいた制服をね着たかったんですけど、ちょっとまだあのいただけてないので、そう、だからもしかしたら多分間に合わ、もしかしたらっていうか間に合わなくて、だからね、と違う制服を着たいと思います。ごめんね、だからもしそれが届いたらいつでもかんでも着て皆さんの前にお披露目したいと思います。うん、待っててね。そうそう、早く手元に届くといいんです。私毎日違う制服配信したら制服の子で覚えてくださいって感じね。でも7日は制服と、あと生誕祭のでいただいたあの生誕ティーと花冠を着ますね。なんかそれは実際に生誕祭を終えてからまだオフラインでやったことがなくて、オンラインではね一回花冠つけてっていうのやったんだけど、オンラインオフラインでやってないから、それをね現実でしたいと思います。現実で現実で、それで言うとね話つなげすぎかもしれない、それで言うとね、あのね、ゆうなちゃんがこの前制服でなんかおしゃべり会をしたいって、そう、まあ可愛いなと思ったんだけどね、この前一緒にお買い物に行った時にね、なんか次またなんか制服買おうかなみたいなことを言ってて、おーと思ったんだけど、でもね、あの一応誘っときました、ルアンチいっぱいいろんななんちゃって制服あるからいつでも貸すからねって言って、そう、わーありがとうって言ってたんだけど、もうあれかな、自分からね、あの何、もう店に行こっかな、これとこれとこれとこれどれがいいってね、本当に、ぜひぜひいつでもお貸ししますまたまた増やしたい、さらに。ラーニャもいつかオフラインで見た、あーね、にゃにゃにゃ、そう、なんか本当にルアニャの写真撮りすぎてまだまだ写真いっぱいあるんだけど、どうしよう迷う、なんか毎回迷って、だからね、だからこういう写真が増えてくんですけど、本当に今写真が写真と動画合計でなんか1万6000枚とかあって、やばいですよね、もうなんか
開くたびになんかもうなんかなんだっけ、なんか読み込めてませんみたいなのが出てくるんですけど、そう、それでも写真を撮り続けるっていうね、送ってくださいね。でもさ、やっぱり一通に送れるやつがさ、枚数限られてるからさ、全然は余裕で30枚とかね、いい写真がある、んだけど、ちょっとずつ送ってっていいじゃんよくこの話してる気がするけどえ、でも送るようになったと思う。結構そう、写真だけのメールとかも作ってるし、送るようにはなった。生誕のアルバム、あ、それはアルバムまだ届いてないので、そう、届いたから中身を見て見たいんですけど、楽しみです。めっちゃ早く見たい全然ウェルカも良かった。ハットも買った。ハットあれ言ったっけ、あ、そう、買ったんですよ。ハットも買った。なんかでもね、そう、ママと一緒にお買い物行ってハットを買いました。リップつけ足す、あー、キバくなったキバくなったね。よいしょ、まあいいかキバくなった。でもなんか逆に言うとさ、普段のこうやって配信してるけどさ、その配信後の写真ってあんまり撮らないんだよね。なんか配信して終わってもう自撮りをしないっていうなんかね、でもね、ちょっとね、その配信とのギャップがすごくて、あの顔面のギャップがね、そう、顔面のギャップがすごくて、こうやってバイバーイってやるじゃん、で漏れてる顔で終わるじゃん、こうやって終わるんだけど、でさ、よし、配信終わったし、あの何、あの自撮りをしようと思って、あのアプリ開くじゃないですか。アプリ開いて、で画面見ると、あれ、なんか配信の時と自分と違うと思ってなんか配信がすごいもう漏れてると、なんか自撮りの時に、わ、待って、やっぱりこう現実こういう顔だったと思ってそれでさ、撮ってもさ、いや漏れないな、いや漏れないなと思って、そう、そしたらなんか撮らなくなってきた撮ろうとしてるんだけどね、毎回。やっぱりなんか、いや、ちょっと現実逃避しようって現実逃避をしています。どっちも可愛い、ありがとうございますてか思った、そうだそうだそうだ、ちょっと今日いろいろ話したいことが思い出してくる、いい日だ。あのね、いつもさ、ありがとうございました、配信終わるときね、ありがとうございました、バイバーイって言って、最近こうやってるんですけど、毎日パッてやってるんだけど、どこまで映ってますか？もしかして壇上読んでるときにもしかして切れてたりする？パチって、ちょっとしたさ、皆さんとのタイムラグみたいなのがあるじゃないですか。それは短くしたくてもできないんですけど、そのタイムラグっていうのはどうしてもネットの関係とか、その距離だとか、どこまで映ってますか？バイバーイって言って、ここするまで映ってる？どうだろう。あ、手のひらで終了してる。あ、これで終了してる？本当に？あ、よかった。そっか。パパパ。
かった。なんかね、私が他の配信を見てるときに、例えばその壇上とか読むときにたまたま入ったりとかもするときもあるんだけどね、そういうときになんか壇上読み終わってなんかではではみたいなときに終わってるときになんか切れたりするんですあ、もしかしたらではのもうそうなのかなと思っちゃって、そうちゃんと映ってるならよかったな。30秒ラグ、あそうなんだ、うん、じゃあ思ったよりも、じゃあ壇上を読んでからちょっと立てばいいのか、ちょっと話してまとめみたいな話せばいいのかな、うん、ありがとうございます。そっかそっか、じゃあよかった、解決ありがとうございます。ごめんね、話が止まらなくて話が止まらなかった今、すごいすごい、多分ずっと私が話してる状態だったね。ね、ちょっとコメントを読みたいと思います。全然読めてない。ごめんね。こんばんは。こんばんは。こんにちは、こんにちは。ちょっと話、今何時ですか？おえー、あれ時計なくなってたっけここ時計がなくなってた、見ようとしたらなくなってたんだけど、まあいいよ。9時2分ありがとう。じゃあふむふむでもするか。じゃああと30分くらいやって終わりたいと思います。めでたい、ありがとうございます。こんばんは。いきたいと思います。はい、ふむ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 、私はここにいるので、あーるー、ありがとうございます。皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします。新潟県出身、高校1年生16歳のベルちゃんこと磯ベルアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あるありがとう。ありがとう。こんばんは30分だけやっとしますね。でチャット遅れてないから、最近チャットも送ります。今日はさっき、あそうだ、チャットの話しようぜひチャット撮ってない方おすすめです宣伝、はい、あのね、今日チャットでね、たけのこの里が美味しいみたいなことを書いた気がするんですけど、あのね、たけのこ、皆さんたけのこ派かきのこ派どっちですか？ん？たけのこの里かきのこの山派かどっち派ですか？私絶対たけのこの里なんだ。きのこの山も美味しいんだけど、でもね、なんでかっていうと、なんかそのたけのこの里のこのあの何、あのクッキーっていうの、クッキーがめちゃくちゃ美味しくないですか、あれ。なんかすごい、それを開発した人が本当に今すぐでもお礼を言いたいくらい、やっぱり美味しくないですか。あ、たけのこ多いかもしんない。あ、嬉しい、ありがとうございますキノコもいますね。キノコもいい。じゃあタケノコいいですか。私がタケノコの里が好きって言ったら、タケノコの里が好きってなるパターンですか、皆さん。キノコのビスケット、あ、いいですよね。ビスケットっていうのかな、そう、なんか美味しいよね。どっちも好きなんだけど、そう、なんかそのキノコの、キノコじゃない、タケノコのクッキーの部分、なんか パウダーって何だ、分かんないけど、なんかそういうのもあるじゃないですか。すごいいいですよね今日も食べて幸せな気持ちになりました。なんか久々に食べたから、なんか、あ、
お菓子って美味しい？ふうーっと思ってそう、超テンション上がったんだ。会社のお礼電話してみてはありますよね。なんか最近すごいそういう動画見る気がする公式さんにさん、なんかちょっと感想、たけのこの里の感想について話したいんですけど、めちゃくちゃ美味しくて時にはそういうお問い合わせも嬉しかったりするのかね、わかんないけどみんなこの論争はするのに、赤いキツネと緑のタヌキしないのはおかしいじゃあしちゃいますか。ちょっとやろっか。あ、投票機能、あ、いいね、投票機能使うか。じゃあちょっとキツネとタヌキをやりたいと思います。どうやるんだ、ちょっと待ってね。こ、あ、開始しちゃった、ごめんね。じゃあ1番が赤いキツネ、2番が緑のタヌキ、さあどっちだ。タン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 、ちなみに私はキツネ派でーす私はキツネ派だから、1番どっち派なわけらしい。キツネが大好き。キツネの何、なんていうの、あれ、なんか茶色いものが好きですなんていうの、油揚げっていうのかな、がめっちゃ好きなんだけど、どうですか。パ、あ、お揚げっての、そう、めちゃくちゃ美味しくてやばいよね、あれ。なんかあれもなんか食べるたびになんか染みます、感動する。そう、お揚げっていうの。じゃあ、ありがとうございます、いきます、ぽい。おお、ボボボボボボボ、1が 65.5%、 2が 34.5%、 わっはは、一緒みんなすごい、やっぱりあれかな。でもじゃあ私のルームの人はキツネの方が人気だったってことかな。どっちも好きです。なんか緑のタヌキはあれですね、なんかお年越しした後とかにたまに食べる。そう、なんか何種類か買うんですけど、そばを、その中に緑のタヌキが入ってます。あ、どん兵衛どん兵衛もあの年越しした時に食べますね、そば。コンビニ限定のお揚げ2枚入り、え、なにそれ、え、なにそれ、え、そんなのあんの、嬉しいねそれは食べてみたい。なんかそれだけ売ってないかな、なんかお揚げだけみたいな。まあでもそれだけ売っててもやっぱりあれがセットだから美味しいんですよね、やっぱり。むしろね、年越しに食べない、まあ確かに年越しに食べる機会が多い。でも緑のたぬき本当に美味しいです。土曜日は会える、ありがとう。土曜日、おしゃべり会、ありがとう、待ってますね。なんかね、結構前の話なんだけど、なんか赤いキツネと緑のタヌキがなんか争ってたんですよ、何かで。でなんかその時も公式さんかな、公式さんがその、まあ、投票みたいなの やつで、でなんかその投票してくださった方限定でなんか抽選で何名様になんかなんだっけ、なんか赤いキツネ何個セットプレゼントみたいなあったんですよ。なんか忘れたけどなんかそれが当たってしまってなんかどでかい箱届いて、なんかそれめっちゃ入ってた記憶がある。そう、家族全員とも赤いキツネ派で投票してたんですけど、なんか当たっちゃって、そう、なんか当たったことがあるんですよ。なんかそういうのって珍しいよね。めっちゃなんかを連呼してしまった
なんかそういうさ、偏見だけど、そういうなんかすごい大きい出来事のさ、何名様にプレゼントとかはさ、いやこんなだろうけないじゃん、こう 何万分の何でしょって思いながら、でも一応応募はしてみるんだけど、当たったことがあるんですよね。3年前とかだったけどね、確かに2年前、分かんない、いつだろうねいや当たるんだと思って、そう、そういうの当たった試しがあんまりないからあとそれで言うと、確かコーラのなんかクリスマスプレゼントみたいなやつがあったんだけど、なんだっけな、あれだ、なんかコーラってさ、冬になるとさ、なんかさ、ラベルがなんかデザインできるじゃないですか、ニャーンってわーってできるじゃん、クシュクシュクシュってなんかピーってなんか引っ張るとさ、なんかすごい お花みたいにできるじゃないですか。なんかその時にさ、プレゼント応募はこちらみたいなのが確かあってさ、それを応募したらなんか当たって、確かコーラのケーキじゃないけど、なんかケーキが当たったことがあってコカコーラのそう、クリスマス仕様のサンタさんがいるコーラのやつが当たって、当たるんだと思っちゃってさ、なんか意外と当たってるかもしんない、いろいろと磯べき、なんかルアーの個人では当たったことは全然ないんだけど、磯べきとして当たることが多いです。誰かしらが応募して誰かしらが当たるみたいな、基本的にあの兄氏が当ててるんですけどねあとコーラ関連で言うと、もう一個当たったのがあって、なんか 何で応募したか忘れたんだけど、なんかワイヤレスイヤホンが当たりましたなんか充電できるワイヤレスイヤホン、そう、なんか確かそこに扇風機の機能もついてて、なんか手持ち扇風機もできるし、なんかその扇風機開けるとワイヤレスイヤホンが充電できるみたいな、でイヤホンもコカ・コーラ仕様になってて、なんか意外と当たってるかもしれない、もうルアーが当てたわけじゃないんだけどね、すごいよねそういう運には強いのかもしれない、最近自販機で当たり出て、もう一本、あ、いいな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 、自販機毎回一応ね願ってるんですよ。なんかこうやってデロデロデロとかはやんないんだけど、まあ、もちろん外だからそんなことはしないんですけど心の中ではこうやって棒立ちしときながら、心の中ではもう出ないかな出ないかな出ないかな、あ、もうあった、ゾロ目ゾロ目ロ6って思ってるんだけどね、全然出た試しがない。なんか例えばさ、6669とかならない、みたいな嘘でしょ、そこまで来てみたいな、まあ全部そうなんだけどね、たまに当たるじゃん、でも当たった時もさ、あ、本当に当たるんだって思うよねでもやっぱりそういうの当たりとかがあるからこそさ、なんかなんだろう、かなんだろうね、なんかそういうのがあるから買う楽しみでもあったりするよね。上手ですね、なんかそういうところがうまいですね、自販機はうちの会社にある自販機結構当たる、いいな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 、当たりも出ない設定もあるらしいね、なんかそう思うくらい本当に出ない時もあるよね、ルアーも出たこと全然ない、よいしょ、自販機の前で真剣に乗ってる人いたらおもろい、そうだよねそう、普通に横通り過ぎる人でそんな人いたらちょっと立ち止まりたくなるよね、うん、当日券同伴者いけない、え、どういうこと、あ、なんか2人でみたいな、
え、どうなんだろうね。え、ごめん全然わからない、どうなんだろう。どうなんだろうね。一人だけなのかな。そうな気がする。ごめん違ったらごめんね。ルアちゃんの特徴を当てたい、ぜひ当ててください。ルアの内輪はすごい書いてる方だと思うので、個人的に頑張ってて、そこはやっぱり本当に滅多に当たらないことだからさ、だからめちゃめちゃ書くようにしてて、でこんなにいらないよってくらい多分 絵もたくさん描いてるつもりなのでぜひ当ててね、うん、みんな同じくらい描いてるつもり。当日券自分だけ、あ、そうなんですね、ありがとうございます。自販機の当たりは200本に1本の割合だとメンカーさんが言ってました。そうなんだね。でもそれはちょっと当てたいかもしれない。200回で1回でしょ。いやー当たる気がするなチャレンジしよっかな、また。でもなんかそういう台も減ってきましたよね最近は。なんかさ、なんだろう、なんかペイペイも使えますみたいな、電子マネー使えます自販機多くないですか最近。助かってるんだけど、それも全然ね。最近はコークオンっていうアプリ使ってて、そうピッてしてピョーってやって、そうで何ペイペイとかで買ってるんだけど、すごい現代化でしょ最近現代に追いついてるんですけどね。そういう台が増えすぎてさ、確率機とかのさ自販機ないよね、あんまりなくて寂しい。電子マネーでまだ買ったことがない。お、本当に。ルアも最近始めたばっかりなんだけどね。そう、なんか4月になってからかな、高校生になってから周りが結構使ってて、え、何それいいのと思って入れてみたらすごい良くて、なんかね、高校で買うとスタンプみたいなのがもらえて、なんかそれがスタンプなんか何個か貯まるとなんかなんちゃかんちゃかみたいなのあるらしくて、忘れた、なんだっけな、なんか一本無料みたいなやつ。そう、それルアね確か過去に3回くらい貯まってる。めっちゃチケットある。明日応援に行きます、ありがとう。スーパーで買った方が安い。まあそうだよね、そうなんよ逆にスーパーで買ったこと全然ないな、うん、めっちゃお腹鳴った今、キューって言ったけど大丈夫そう、お腹お腹が悲鳴を上げてる説がある、大丈夫かな、頑張れー毎年冬になるとコンポタージュを飲むのが楽しみです。あ、いいね、コンポタージュ。でもね、ルアね真夏に一回買ったことがある。なんかめっちゃ暑い時に何にしようと思って一回ね炭酸買って、確かコーラとかファンタ一本買って、でもなんかもう一本買いたい気分と思った時に、よしコンポタ買ってみようと思ってコンポタ買ったことある。冷たいやつだけどね。コーン好きはやっぱりコンポタを見捨てられないですよ、本当に見捨てられるわけがない。今年の冬はコンポタたくさん飲みたいと思います。楽しみだね、うん、ヒュー、ご購入ありがとうございましたって出た。これで入れる？どうなんだろう。入れる？ん？ご購入のやつですか？どうなんだろう。待って、わかんないかも。どうなんだろう。今冷たいおでんが自販機で売ってます。どういう状況？どういう状況？あ、そういう自販機があるってことですか、食べ物系の。
いいよね、そういうのいいな。はるかさんがさ、あの大江はるかさんがさ、あの虫の自販機みたいなの買って食べてたじゃないですか。あれが未だにちょっとまだ気になってる。どこにある、なんか駅にあるんだっけ、忘れたけど。虫食べてみたいけど、いざ目の前に出たら絶対食べない。食べてみたいなっていうのはあるけど、多分本当に多分今までにないくらいの顔すると思う。え、でも無理かもしんないって考えただけ無理かもしんない。全然無理かも。あ、無理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 。あ、無理か、無理です。なんで。でも食べてみたい。うん。何だったら食べれるんだろうね。ちょっと虫の種類をすら全然把握できてないんだけど、そういうチャレンジャーなところも見せていきたいよねって感じですね、うん、なんか面白そうじゃん。やってみたい。無理だ、目の前に来たら無理だけど、なんかと混ぜて、あ、でもこういうキモい、やられるかもしれない。キモいとか言っちゃった。すいません。とっさにこの言葉が。あの、いや、考えたらちょっと無理だった。あの、なんかご飯とかになんかわからないように混ぜてたら、多分バレずに多分美味しいとか言って食べてるんでしょうね、うん、多分そうだと思う。あはー、だま、いつか騙される気がして嫌だ。怖い怖い怖い。お願いです、メンバーさん、そういうことはしないでください。本当に無理、隠すなら隠し通してください。もう後でこれ実は虫入なんか何食用の昆虫入ってたんだとか言われるともう無理なので、隠すなら最後まで隠し通してほしいですね。そう、よいしょ。イナゴ、ああ聞いたことある、よくあるよ、なんか定番なんですよね確か。無理無理、全然無理。あ、無理ですね。ああでも、ああでもいつかそういう食べる時も来るのかね。まあまあ楽しみにしててください。サソリ、それも聞いたことある。そこら辺が定番なのかな。でしかもさ、すごい高いよね。すごい、まあ食用ってことで、やっぱりそれにするにはやっぱり食用にするためにはね、いろいろお金をかけてるからもちろん高いと思うんだけど、これでこの値段かってなる。すごい高級食品ですよね。うん、栄養たっぷりのイナゴ氏が号泣してる。え、あって C つけるってことはイナゴもワールド民ってこと。ちょっとなんか嫌なんだけど。やだ。イナゴ氏はちょっと嫌だかもしれない。ちょっとベルワールド界にちょっとイナゴはね。怖いね、うん、栄養でもあるんですか、うん、栄養あるのかね、うん、いつも窓の外で泣いてる。それはまあ普通の可愛い虫かもしれないじゃないですか。でも唯一ルアシが可愛いって思ったあの虫は唯一ダンゴムシだけなので、うん、まあトンボの絵描いたりしてたから、まあ、トンボもまだいいとして、 そのくらいですね。虫が可愛いって思うのは高タンパク質と聞いてる。あ、全然やばい、やばいね。無理。なんで栄養多いの、どっからその栄養を持ってきてるんですかね。
すいません、また虫好きの方申し訳ない。すごいめっちゃ虫を敵視しているでも一応こう見えてたくさん自然の中で育ってきたんですけど、一応ね、一応そのすごいまあ公園でねたくさん遊び散らかしてたきたりちっちゃい頃からしてるので、虫には親しいんですけど、よく蚊にも刺されてますし、親しいけど食べるとなったらもう全然ダメ味がしないとかの問題じゃなくて、なんかで本当に隠してるなら大丈夫かもね怖いね。まあでも他の魚だって生きてるんですよね。やっぱり虫だって一生懸命生きてるし、魚だって一生懸命生きてるから、でも魚でお魚であんまり嫌いなものはないんですけど、まあお魚も虫と同じって感じかな。そう思えばちょっと食べられてくるかな魚も大自然の海から釣り上げられて今ここにある。で虫もね大自然の中で生きてきてるから同じみたいな感じかな。うん、考えるだけでちょっと頭がごちゃごちゃになるんですけど、うん、でもなんか同じはずなのになぜか別世界のものを食べるような感覚、また食べてないんだけど想像するだけで、ミニ劇場でぜひ、いやミニ劇場どうしよう。どうしよう、めっちゃシーンとなっててさ、ただ私がやばいとか言ってたら来ますっておばあちゃんでルアシ出てこないかもしれない、恥ずかしすぎて恥ずかしくてその後の公演出れないかもしれない。公演盛り上げるためのミニ劇場なのに盛り上げて終わるっていう、うん、いやだ、後味とかやばそうだからとりあえず食べないでおく。うん、私がこの話題になるとこんな顔してるんか、ずっとこんな顔が引いててずっとこんなってやばいね。地球上で一番多い生物虫なの？そうなんですか？まあ多分虫に支えられて生きてるっていうのもあるよね。やっぱりさ、虫がいなかったらさ、ダンゴムシにも出会えてなかったんだよ。ってことはさ、小さい頃の青春がなかったってことですよね。できなかったってわけです。小さい頃にダンゴムシを丸めて遊んでたっていうのもできなくなりますし、虫取り網とかもできなくなる。ちょっと今頃この年代で虫取り網持ってたら面白いけどね。そう思うとちょっとは理解できる。食べることも食べることも理解できるダンゴムシが青春。いやそうなの、当時の青春ですよ本当に。マジで家の周りのダンゴムシめっちゃ探してましたから、もう前のめりっていうか、もうなんか前鏡になって見てたから、必死にね。そう、やっぱり携帯とかもない時代っていうか、まあ携帯持ってる年でもないと思うので、やっぱりちっちゃい時はね、そうやっぱそうなるとやっぱり青春はダンゴムシだった時もありますよ。木に登ってたりもしてましたから、うん、あと
蚊に刺されることもありませんからね、虫が いなかったら。うん、別に蚊に刺されなくてもいいんですけど、まあ刺された時に刺されたんだけどみたいな話題も消えるってことですからね。そう思うとダメですね、うん、蚊に刺された話題も なんだかんだ青春ですかね。今までも青春だし、これからの青春もやっぱり蚊に刺されるのもありますかもしれませんからね。うんうんうん、やっぱり虫がいないといろいろ消えてっちゃうから、やっぱり虫がいた方がいいのかもしれないね。うんうんうん、グッチョ。ダンゴムシに支えられた幼少期。本当に支えられましたから、感謝してます、ダンゴムシには。めっちゃ感謝、大大大感謝。香川だよを提供してくれるわさ、心が広いな。広くないですよ、狭いですよ。いろいろあってこその人生ですから、まあ楽しもうと思います。ね、この前というか最近、弟がね、なんか弟すごいおでこ出してるんだけどね、すごい可愛いことに、すごい髪の毛を分けてるんだけどね、でおでこがすごく広いんですよ、弟くんは。そしたらね、なんか学校から帰ってきて、おかえりって温かく迎えるじゃないですか。そしたらなんか、めっちゃ蚊に刺されてねみたいななって、そしたらなんかおでこになんか刺された跡が3個もあって、おでこに3箇所刺されたみたいな。で、たださえ肌が白いのに、なんかめっちゃそこだけ赤いんですよ。どんだけ刺されてんのみたいな。ルアですら髪の毛がまだガードしてるからね。そう、顔に刺されるってこともそんなないよ。もしかしたらあるかもしれないけど、顔自体まずない。なんか、しかもおでこみたいな、そんな、その広いおでこに3箇所も刺されると思って、そういうところがやっぱり可愛いんだねと思って。ルアもちなみにおでこ広い方なんだけど、そういうところが兄弟似てます。うん、めっちゃ可愛いよ、遠くから見てもなんか明らかにもうおでこのピンクが目立つっていう。弟くん、ロアと違って肌がめちゃめちゃ白いんだ。いいよね、羨ましい。羨ましいんだ。うん、おい、羨ましいぞ弟くん。全然黒いるわ。でもロアは意外と今年はそんなに蚊に刺されてないし、蚊に刺されたとしても気にしないって思えば思ったより気にしないので、だからまあ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 、これからも蚊とともに生きていこうと思います。写真撮った、写真撮ってないな。撮るの忘れた。今もでも多分残ってるピンクの跡が。めちゃめちゃ喋り倒した。今年蚊がいなかったね。蚊がいなかったラッキーかもしれない。ラッキーラッキー、子供の頃鼻の頂点刺されたこと。ここがピンク、面白いね。なんかポチッと押せそう。でも鼻が高くなってそう。なんかさ、刺されるとちょっと腫れるじゃないですか。鼻が高くなったね、そしたら。いいじゃないですか。ラも鼻高くなりたい。なんかさ、よくさ、小鼻になりたいとかあるじゃないですか。なんか鼻がよく開かなくて、鼻小さくなるとそんなになんかめちゃめちゃ綺麗に見えるのかな。私には全然わかんない、鼻小さくなるといいことあるのかな。
足の裏や指の間に刺されると痒すぎる。うわーやだね、足の裏はやだ。え無理、あ絶対無理ですね、治るまで歩かないえすごい、みんないろんなところに刺されてるんだね。耳たぶ、耳たぶここ、え痒っここに刺されるのは痒すぎるね。へえ。うわでもそうなると、でもそんなに刺されたところ面白いところないや。うん、意外といいか、意外と強いそういうのには。え待って、今何時、本当に何時、なんかめっちゃ過ぎてる気がする時間体内時計どうですか？今何時？37 37 OK、 じゃあ40分になったら終わりにしますね。ちょっとチャットを送りたい、ごめんね、その前にチャット送っとけばよかったな。送るから待っててちょそうね、牛乳飲んだの、めちゃくちゃ美味しかった。やっぱり牛乳って美味しいし、背が伸びてくれると嬉しいな。おかげで男女落ちたからごめんねごめん、延長したせいで落ちちゃった、ごめんねごめんね。明日はエバエバル公演、ちょっと筋肉痛がやばいけど頑張ります。うん、ほっ、ふう、やっぱりストレッチすると使わない筋肉を使うからさ、すごい筋肉痛がすごいですね。明日の配信朝、え、そうなるよね。明日早起き、そしたら、あー頑張ろう。マジか。じゃあ、めっちゃお腹だった、どうした、え本当にどうしたお腹空いてるのかな。今日は全然食べてない。今日はあのハンバーグとお味噌汁を飲みました。そう、え朝何時にしよっかな。じゃあ6時半から7時とか、6時から7時とか、6時台から始めます。えでも1時間やりたいよね。待って、ここくっつくとさ、この後ろのさやつに貼り付くんだよ後ろこういう柄あるからさ、貼り付く壁に。ふう、6時ぐらいから始めようと思います。でもイベントの時に普通に朝1時間できたから、多分目が覚めてれば1時間話せるでしょう。それではじゃあ6時から配信する予定ですので、ぜひその時間にもしよければ早起きをしてくださると嬉しいです。よろしくお願いしますね、公演楽しみ、ありがとうねそれではスクショタイムをしたいと思います。ありがとうございます。今日はいろんな話したね。途中からちょっと虫だったけど、虫を語る顔人生こんな顔したことあんまりないんだけどね、こんな顔になります。本当にでも想像してごらん、本当にこんな顔になってると思う。多分みんな鏡見てればそんな顔になってる多分
自分でも自覚なくて自然とこういう顔になってたから、ルアでなるってことは多分みんなもなってます。ダンゴムシの青春面白かった、よかった。振り返れば青春ですからね。うんうん、変顔、初めて見る変顔じゃない、変顔じゃないです、これは決して変顔ではありません。はい、それでは男女の方をお見上げさせていただきたいと思います。お礼をさせてください。13位ガトランティス氏、ありがとうございます。12位小型の大型氏、ありがとうございます。11位よちくん氏、ありがとうございます。10位しゅうちゃん氏、ありがとうございます。9位アイコス氏、ありがとうございます。8位春507氏、ありがとうございます。7位小川マン氏、ありがとうございます。6位ひでまろん氏、ありがとうございます。5位ケンジテス氏、ありがとうございます。4位ピンメガネ氏、ありがとうございます。3位ともじいシャリジョウジュウ氏、ありがとうございます。2位アイスルアスマイル氏、ありがとうございます。そして1位はチャガ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 チャ、ほいおじゃしです、ありがとうございました。おじゃしありがとう、ありがとうね。メールどうなのかな、届いてる？どうなんだろう、おじゃし。またね、ありがとう。また返信待ってるよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、この後メールとチャットを送る予定ですので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。まだ入ってない方がいたら、ぜひぜひお待ちして、ぜひ入ってね。おしゃべり会も受付中ですので、ぜひぜひお待ちしております。あと、なんだろう、明日の公演よろしくお願いします。あー、両席着替えしますね。そうだ、もしかしたら明日の方は見れないかもしれない。朝もやるけど一応やっとくね、忘れちゃうと悪いから。行きます。明日の皆さんの席がいい席でありますように。ありがとうございます。ごめんね、全然忘れてた。ごめんね、ごめんね。明日もできたらやります。本当に、もしかしたら DMM 最前席の方もいるかもしれないんですけど、明日の公演を全力で楽しみたいと思いますので、皆さんも楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとう、またね、ありがとう。